ケマ水門。ケマ水門は、大阪府大阪市北区にあるヨド川と、旧ヨド川大川を隔てる水門。大川に流れる水量を調整する役目と同時に、ヨド川と大川の水位差により困難となる船舶の通過をスムールにさせるための設備である高門及び、大川の水を強制排水するための機能を備えている。ホームページでは、 国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所、ケマ出張所及び大阪府西大阪地水事務所が管理している設備のうち、ケマ公門、ケマ排水機場、ケマ排水機場を含む旧淀川側にある施設について解説する。ケマ水門は明治29年1896年に開始された新淀川の改作を含む淀川、 改修工事の際に計画され、明治40年、1907年8月に、最初の設備として、普段の川の水を流すための、ケマ洗い石と、船舶杉のために水位を調整するための、ケマ拷門が完成した。現在のケマ排水機場の西側に設置された。その後に行われた大川の浚雪工事で、大川の水位は大幅に下がり、新淀川との水位差が広がり、 肛門が対応できなくなったため、最初の肛門の下流に二つ目の肛門が対象7年、1918年に設置された。水調節は第二肛門が行い、第一肛門は常時は解放して新淀川の水量、増大時に閉鎖する役目となった。1974年、昭和49年に現在使用されている肛門が完成、第一肛門。 第二高門は1976年、昭和51年まで併用され、その後第一高門周辺は、公園施設として整備された。第二高門水路は現在は船だまりとして、使用されている。1983年、昭和58年までに、現在の淀川大関、ケマ排水機場が完成した。ケマ排水機場は、洪水の際に、大川の水量、 水位が上昇したり、高潮の際に、味川やき川など、下流の水門が閉鎖された場合に、ポンプにより、新淀川へと排水を行うための設備である。1981年、昭和56年に設置された。普段は、校門の横にある景観7メートル3連の、水門を調節して下流に流れる水量を調節し、異常時に水門を閉鎖し、 場合によりその西にある排水設備で排水するよう、になっている。けま公門は、けま水門の東にあり、さらに東に予備の公門があるが現在は使用されていない。排水機場と公門の間の北側延長上に、淀川大関がある。第一公門は、内務省土木監督署の技師沖野忠夫の指導による、淀川治水計画の一環として、設計施行されたもので、 両岸がレンガ造りとなっており、水路前後に鉄製観音開きの清水扉が設置され、両岸からハンドルを回して開け閉めした。現在は使われておらず、貴重な産業遺産として一部が、淀川河川公園の一施設として、整備保存されている。2008年、平成20年6月に、旧ケマーライゼキと共に、国の重要文化財に指定された。 旧第一高門東の一角に、淀川改修機構碑がある。明治四十三年、1910年に、淀川改修工事完了を記念して建てられた。その横に、ケマ北向き地蔵の祠がある。その周囲に、ケマの残念石という大きな石が数個転がっており、江戸時代に大阪城を再建するときに、 伏見城から運ばれた石垣の石が、その途中で運搬船から転落し、淀川改修工事の際に引き上げられたものとされる。上流側の門のそばに新淀川改作や、ケマーライ石造築で活躍した、沖野忠夫の像がある。さらに東に、旧ケマーライ石三門が保存されている。レンガと花崗岩で構築され、かつては、総延長五十三メートル、十門のゲートがあった。 第一講門西側にはかつて、ながら運河が流れており、講門下流側門そばに、メガネ橋が設置された。現在は、運河は埋め立てられたが、メガネ橋は修復の上保存されている。2008年6月9日、淀川旧分流施設の名称で以下の建造物等が、国の重要文化財に指定された。以下は、重要文化財の、付、付けたり指定。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。